どうも、冴えてますね、吉田さん。今回はね、誤送信の誤、謝るという感じでいこうかと思いますけども、まあ、ご存知のようにね、山口県で今ね、ちょっとした騒ぎが起きております。それはですね、市の職員、町長さんかな？いや、町の職員かな？なんか行政職員さんが、10万円を463人に送信する、まあそんな予定だったんですけども、間違えてね、一人に4630万円を払ってしまって、他の人には払えてないかったということでございます。これね、すでにそのお金を間違って受け取った方は逮捕されてるんですよ、まず一つ目の段階として4630万円を一人の人に払っちゃったということで、残りの本来受け取るはずだった462人の方にはまた別の予算でね、10万円ずつは送金したそうなんですよ。ということで、この町は、言い訳をしてるんですよね。で、二つ目、このお金を返さない人をいち早く逮捕して、結局は罪を負うのはこの人にしといて、じゃあ、そんな大金をね、誤って送信した方の罪は問われないのかとかね、故意でやったんじゃないかとかね、まあ、そもそもこのような大金を間違えて一人の人に送金することはあり得るのかなと思っちゃうわけですよ。チェック体制はないのかとか、今までこんなことが頻発してたんじゃないかっていうことなんですよね。で、行政のミスのはずなのに、なぜか逮捕されるのはお金を送りつけられてきた一般市民の方ということなんですよ。まあもちろんね、これ4630万円なんてのがドカンといきなり送られてきたら、なんだこりゃって感じでびっくりしてね、問い合わせるとか、とりあえずお金をどっかね、なくさないようにしておくとかっていうのが常識的な判断ですけども、でも常識ってのはみんなに通用するわけではないんですよ。たまに判断をミスる人もいるわけですよね。で、お金を受け取ったとされている人は24歳ぐらいの住民税非課税世帯の方らしいんですよ。でもうすでに逮捕されてますけども、住所も特定されてしまってね。で、私はこの人そんなに悪いのかなと思っちゃうわけですよ。だってこのね、4630万円がいきなり懐に入ってきて自分のものになったら、これはなんだこれって気持ち悪いのと反面、どう使おうかなって考えるのは、その誘惑に駆られるのは無理ないことだと思うんですよね。常識的な判断として降って湧いたような話なわけですよ。怖いと感じる人もいて、使えないなと思う人もいれば、やったらラッキーと思う人もいるかもしれませんね。そもそもこんな間違いが起きなければ、この人の人生は狂うことなかったっていう意味で言うとね、本当、例えばあれですけども、なんかものすごくね、悔しい思いをして塞いでるところに、この世の誰か一人ぐらいやっちゃろうかなって時に、目の前に拳銃が落ちていましたね、間違えて警察官がそこに置いてましたみたいなね、そんな危なっかしいことなんですよ。よーし、この銃でみたいなね。人ってのは短絡的な行動をたまに起こすもんなんですよ。長期的な視点でものを考えられなくて、もうどうなってもええわ、目の前の困難が突破できるならって思っちゃうもんなんですよ。で、それはビジネスをやっていても結構ね、目にすること、見にすることなんですけども、結局本業が忙しくって、なんかネットビジネスできませんでしたとかね、なんか更新できませんでしたとかなるわけじゃないですか。それはすごく短絡的な行動で、長期的に考えたらこの新しい時代の稼ぎ方を早くマスターした方がいいわけですよ。なのに昭和型の働き方を未だにやっていて、新しい上りのエスカレーターに乗り損ね続けるわけなんですよね。ということはね、常識的に考えたら、目先のことで人間って生きるもんなんじゃないかなとも言えるんですよ。目先のことで。で、もっと言ったらね、所詮人間なんて目先のことをどうこうすればいい話なんですよ。10年後とか30年後とか50年後のことを考えるのももちろん立派なんですけども、本当にそんな10年後が来るのかっていうのはすごくね、確定要素が低いわけですよね。で、しかも目先のことが処理できるようになったら、10年後が例えば迫ってきて3日後になりましたって言ったら、その時にも処理できるわけですよ。だから目先のことの連続で人間ってのはできてると思いますんで、まあこのね、4630万円受け取った方はもう目先のこと、まさにね、自分が24歳でこれから4630万円少しずつ返すって言ってますけども、少しずつ返すのも限界があるんですよね。だって20代で4630万円を返すってことはどういうことかっていうと、住宅ローン、しかもちょっと
高級な部類のね住宅ローンを組むようなもんなんですよ。60歳までこの返済終われるわけですよ、うん、ちょっと割に合わないですよね。でもそれを考えてもお金の魅力ってのは人の判断を曇らせるものなんですよ。だから私はね常々思いますけども、これ誤送信した人をもっともっと重い罪に問わなければこの問題ってのは解決しないんじゃないかなと思いますね、うん、だからこれがね行政職員のことだからなんかうやむやにされる向きがありますけども、これ、まあ、まともな会社だったらこの一件だけで倒産免れないでしょうね。経営者からもむちゃくちゃ怒られるでしょうね。怒られるだけじゃ済まないですよね。なんかビジネス上のミスでお金を本来とは違うところに送金しました。で、帰ってきません。その担当者はどうするんですかってことですよね。飛び降りちゃったりするんじゃないですかね。で、しかも、この行政の仕事だったら追加の資金、じゃあ残りの462人の方に10万円ずつ送金しましょうっていう、すぐに決済がおりますけども、民間会社だったらね、4630万円間違えて手元に資金ありません。じゃあ本来、うん、送金しないといけない取引先にお金が振り込めません。どうなるんですかってことですよね。だからね、行政っていうのはこの民間程度の意識持てないんですよ。民間人が集まっている組織ながら。だからそこもまず誤りなんじゃないかなと。人選のミスですよね。とばまとめると、間違いを犯しながら人は生きてます。だから間違いはつきものなんですよね。誤りってのは。それ以上に、なんかね、誤りとは反対の正しいことをやって埋めていくしかないのかなと思うわけですけどね。いや、そんな、5月19日深夜2時でございました。いってらっしゃい。